大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。まあ、どうせカットされるんだろうけどな。すごい、ピカチュウ、ピカチュウのドット絵だ。すごい、かわいい。尻尾乗れるしね。これかわいいですね。戦いたくない、こんなところで。見て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 、ピカチュウ後ろ向いてる。振り向き美人のピカチュウだ。カメラ操作だとわかりやすいか。あ、待って、モンスターボールもあるじゃん。捕まる前だね。こういう映し方もあるんだ。いいね。あこれピカチュウじゃないじゃん。猫じゃん。これすごい。これ本当にドット絵だ。これすごいね。これサムネイルじゃない？これすごいもんだって。すげえよ。すげえよ、これ。すごい！アニメのピカチュウか？かわいらしい。これはアニメのピカチュウだね。もう見覚えあるもん。昔のピカチュウってもうちょいまん丸だったけど、このピカチュウは最近のピカチュウって感じする。ピカチュウのパーツ。パーツだけ。どこ行っちゃったんだ、目は。目はどこに行っちゃったんだ。なんかちょっとバラバラになってて怖いよね。あ、でも形にはなってるのか。これもすごくない？海外の人が作ったのかな？後ろにポケモンって書いてある。お目目クリクリで、このピカチュウすごい可愛い。あと、ここで戦うの楽しそう。ここさ、これさ、これ尻尾なんだけどさ、尻尾くっついちゃうとさ、ここ出れなくなって欠陥ステージになるから、わざとここ開けてあるんだよね、きっと。すごい。なんだよ、このステージ。待って。これさ、どんだけ恨み買ってるの、ピカチュウ。作った人。これ作った人さ、ねえ。ねえ、これ作った人どんだけピカチュウ嫌いなんだよ。しかもピカチュウがもうピカチュウじゃないし、死ねって書いてあるし。なんか横に飛んでる。チュって。どんな体の形してるのかわからないけど。でもうまいうまいうまい。かわいいね、これもね。かわいらしい。ちょっと待って。何か違和感を感じる。まさか。ピカチュウじゃないもん、これ。ミッキー。あ、でもそういうことか。ネズミか。同じネズミだからってこと？あ、てか落ちた。死んだ。そういうことで、ね、ネズミ科だからな。ま、間違って、いや、間違ってるわ、これ。あー、また落ちた。ほら、これ、ピカチュウって書いてあるね、これ、見て。見て、これ、ピカチュウって書いてあるからね。チューチューチュー。